チャオ、あちゃんです。今日、9月の13日水曜日、ちょっとねお買い物行きます。車に乗ってカメラをセットするとね汗ばむぐらい今日は暑い。はい、ということでちょっと靴をちゃんと履こう。安全運転に心がけましょう。運転カードが導入されています。では、お買い物行きましょう。ミッション証拠が出てる。キャストかっこいいな。サンガリアの伊賀の天然炭酸水、持ってきて、なんか炭酸水な気分になってさ、コントレックス飲み出してから炭酸水あんま飲めない。炭酸水もなんかねダイエットとかにすごいらしいねんね。だから、炭酸水のダイエットつってしてもいいんだけどね。まあなんか考えましょう。息切れが激しい。この通知を見た。なんかメッセージが来たって。はい、鼻がね、辛い。花粉がね、きつい。すると、雨の日とか雨の上がった後とかが結構きついね。もね、暑いと髪の根元のところはね、汗とかで濡れるでしょ。前髪パッカーなんで、はい、嫌です。はい、何顔やったっけな。もうなんか買おうかなと思う、忘れてしまうというね、まあ、いつも流れやねんけどさ、ね、今日は、まあ、ちょっとまあ食材買うんだけどね、どの順番でいったらうまく回れるかな。最後にねエバグリーン行きたいから、のルートでどうしてもね、中和幹線とこう中央無理だって回るのが嫌やから、できるだけもうくるっと行ってくるっと行って回って帰れるようにしたいんだけど、だから一番早いのがまず、最後でやろう、上司と。上司はどっちでもどっちも出れんねん、あこだけやん。開放倉庫だけやん。開放倉庫ね、キューブ買ったからキューブのゲーム見て帰ってあげようかなと思って、で開放倉庫を最後にするのかな。開放倉庫最後に寄ってもいいか、食材買って最後に開放倉庫持って帰るか。そうしよう、逆やったらいいけどな、回るのがめんどっちってさ。 GPS を探知中です。今日はジャパンや、かっこいい。
ザーザー美味しいね。日差しがすごい目が痛い、目に刺さるぐらいの日差しを、うん、夏でも夏じゃないな、夏のギラギラ太陽じゃないから、うん、やっぱもう秋やね、感じがね、同じギラギラに入っとっても、だからなんかこうプール飛び込みたいなっていう暑さはない、プール行きたいけどね。夏やったらもうなんかもう今すぐプール行きたいってあるやんか、あれがない。しゃなくたよか受け付けるオンザビーチ、溺れ温度は急上昇、何とかまだ積むのだに二人目が合えばなぜかそらすのいくの、何とか君に言って、もしかしてもしかしてフライゲート頑張れね、君の気持ち今すぐ手に入れようか。何を歌うて。なんかね、最近 歌が歌いたくってさ、カラオケ行きたい。家でせ、あのジュークボックスせえちゃう話だけどさ、やだなあかんね、なかなかね、こうまとまった時間でやりたいから時間が取れへんのよ。朝から子供いてへん時にさ、カラオケすんのどうかと思うしさ、ね、外通った時に朝からカラオケやっとるぞ言われる。どんだけやねんって言われそうやからさ、まあ言われてもいいけど別に気にはせんけどさ、キャッキャのままって言われる。知らんけどね、こうトークやってたり、あ、パッシングしてくれたな、今降りてるな、スピードやっていくからね、ここね、今日ね、秋はやるからね、すっごい減速してる。そんな減速じゃんね、もちろん減速してるよ。この辺でね、結構いてるんよ。いつもここにいてるはずやねんけど、いてない。もう一つ下か。うん、いてないな。いつもここにいてるよね。したやな、またパッシングしてくれたね、今ね、いつもその手前でやってんねんけどね、ここね、ここ気つけてね、この峠、おったおった、通り過ぎてからなるし。車買ってからネズミ捕りにね、
遭遇する出くわすことなかったんよ初めて試せた、うん、あダメですうるさいだけでまあね、あれオービスとかちょっと全然知らんとこ行ったところのオービスとか行ったらまあまあね効果は発揮してくれてるから高速道路とかね、うん、ただこういうね突発的なステルスは電波が弱いかな手前までキャットならへんかったな怖い怖い過信しちゃダメですじゃあじゃあ飛ばしたらダメです、はい、みんなも安全運転しましょう。捕まるからさそんなこと言うなんて結構ぼーっとしててさ結構ねあのなんていうかな安全にこう走ってる時って絶対ポリッとなんて壊すことないのよ。なんかちょっとぼーっとしてたりする時ってさなんか一旦停止見落としたりとか一旦停止ちょっと止まり忘れたとかそういう時に限って捕まるのめったに何年で何年かに1回ねたまたま一旦停止せえへんかった捕まったとかさどんだけ運悪いある意味逆に持ってるねって感じでついてるね持ってるねって乗ってないんじゃないどうでもいいけどそんなもんねはいということでさどうしようかなどっか行こうかな上司もういいかコーナー行ってエバグリ行ってドンキ行って上司行って帰るかよいしょうん裏道行きますそんな変わらないけどねそれのね、プラモデルが出んねんて11月か12月に、うん、これが出てた予告にあの新製品情報の時に、まあ、欲しいなと思ってさ、うん、なんかそんなプラモデルもいいかなと思ったりねでそれを買ってノーマルに作るのかあっちゃん流にバカやるのかそれはまあ買ってから考えようと思ったけどそれ買おうかな悩んでんねんまあいや悩むほど値段ちゃうねん1400円ぐらいやったと思うねんこれやろうかなと思ったりね。で同じ千何歩出すんやったらね。千何歩で何買えたかな。フェラーリとかのプラモデルも買えるのよ。で結局そんなんであっちゃんのプラモデルってフェラーリ、ランボルギーニが多かったりすんねんけども。まあそんなまあどうでもいいけどね。そんな感じでプラモデルをね、ちょっとこれから動画作っていこうか思って、うん。プラモデルの動画そんな再生数いかへんねん。正直。いかへんねんけど、いいねん。そうじゃなくね、うん、プラモデルってこんな楽しいんだよっていうことをね分かってもらえてプラモデルってね高いのよ昔は安かったやん昔は1個1000円出したら高い方やったやん数百円から1000円まあ物価もちゃうけどね、うん、だからなかなか物価3倍になってもね2、3000円のとこ今5000円とかすんねんばちっちゃいのでっかいやつで5000円やってで5000円のプラモデルってなかなか買われへんかってお年玉持った時とかなんかバースデーとかそんな時に頑張って買ったりとか、みんなでこう出し合ってプレゼントでくれたりとか、うん、そんなんで買った記憶があるんだけどそれで5000円ぐらいの記憶で今もうこんなちっちゃいプラモデル24分の1言うて普通のサイズのプラモデルが5000円とかすんのよでかっちゅってそんな部品入っとんのかっていうほど入ってへんねんね昔富士見模型っていうとこからエンスジアストモデルってエンジンになってポルシェなんかだエンジンの中クランクとかピストンってもう見えへんところそこまで部品があって組み立てていくぐらいパーツも蓋開けたら元に戻らへんぐらいパーツ入ってんねんやばいプラモデルがあってそれがね、うん、2000円ぐらいってちょっと高いなあ言うて、うん、高校卒業したぐらいそのあたりぐらいバブルの時ね頑張って買うたんよねそれからまた今5000円って倍以上するんだよ
バブルの好景気の時で、ね、うん、よりそんだけ値段が上がってるっていうね、おかしいでしょ、うん、バブルの頃から物価なんて変わってへんか、下手したら下がってるぐらいなのに、それなんでかって言ったらね、プラモデル離れしてんのよ。プラモデルってローニャクニャンニョちゃうな、ローニャク言えへん、ごめん、ローニャクニャンニョ、うん、じゃなく、あ、どこまでいかへんな、老若男にはせえへんねん、女の子はせえへんだけど、もう男の子から お父さんおじいちゃんとか、もう男やったら誰でもするぞ、で女の子でもたまにするぞみたいなプラモデルで、こもうおもちゃの代表格みたいなもんやったのに、今もうね子供がせえへんのよ、おっさんしかせえへんのよガンプラがだから安いねん、思ったほどでっかいし、結構いっぱいパーツついてて、元から色塗らんでもええぐらい、4色抽出って言って4色に、あのパーツが塗り分けられたみたいに組み立てたら、もう塗らんでもええぐらいになってるようになる、すごい技術やねんけど、うん、それするのに、なんていうのかな、そんなね高い、多分高いと思うんだよ、それ専用の機械だもんだけど、を開発してるのにガンプラって安いね、千何本から2000円とかで売ってんねんね、高いやつでも、まあ、高いやつ1万とかあるで、何千円ってあるけど、だいたい3000円とかぐらいね、マスターグレードを言って、そう思ったら車とかバイクって高いねん、うん、でなんでかって言ったら、やっぱりね、あの売れへんねん、おっさんしかせえへんから、うん、だから、うん、あのやっぱそこのとこ値段も下げたいしね、もうちょっとみんなに楽しい趣味だよって、ある意味高いよ、5000円で高いで、あと塗料買うのに倍ぐらいかかるね、2000円3000円下手したら、エアブラシ、ピースコン、あのこんなピューってあっちゃんのこの前塗ってたやつ、あれなんかセットでこれ2万円とかするから、あっちゃんね3万ぐらいしたから、あれ、結構いいやつ買って、いいやつの方が綺麗に塗れるから思ってね、で仕事にも使えるしと思って買ってんけど、そんなんまで揃えていただき、これ何万ってなんねんけども、ものすごい時間かかんのよ、バックミラーピンクで可愛かったな、ものすごい時間かかるから、飲みに行く機会も減るから、おっさんは多分小遣いが残るんよ、最初の先行としたかいけど、うん、で子供ちゃんなんかでもプラモデルしたら器用になるし、右脳発達するし、いいんよ、手先器用になるし、もう、ね、日の打ちどころのない趣味やねんね、プラモデルって、うん、で出来上がりの完成の満足度とか、でけへんかった時 その挫折感とかね、でその時に次はもっと綺麗にやるぞっていう、なんていうかな、向上心とかが育まれる、だからプラモデルってすごくいいね、子供用にも刺したい趣味やなっちゃう、こっち子供にはやらすね、たまにね、うん、だから最近もね、ゲームとか携帯とかね、あと何をして遊んでんねやろ今の子供って思うぐらい、 DS とかそんなばっかりやるね、じゃなくね、プラモデルをやればいいんじゃないのかな、うん、最近携帯のアプリでプラモデル作るアプリとかで、おいおいみたいな、ちゃんと本物作れよみたいな、まあ、そんなんでね、プラモデルを普及したいっていう気持ち、なっちゃんのね、あっちゃんねるそこらでさ、大して見られへん、特にあっちゃんねるって主婦さんばっかりだから、大して見られへんと思うんだけど、主婦さんもね、これ見たら子供ちゃんにね、プラモデルの一つでも買ってあげて、作らせてあげたらなと思うのよ。で水性やったら、まあ、臭いで、匂いは。でも、油性の方はやっぱ溶剤使ってるからやけど、水性の方は溶剤使ってないし、ちょっと匂いはするけど、そんなに体に悪いないと思うし、思うで、思えで、何度も言えへんで、はい、でもその溶剤、まあ溶剤フリーはフリーやねんけど、そんなもんね、こだわること思ったら、なんていうのかな、体にじゃないわ、脳とかね、発達にすごいいいから、子供ちゃんにはプラモデルやらせてもらいたい、やらせてあげたい、あげてもらいたいなって思うのもあって、なんかね、プラモデル普及するためにっていうね、一応建前であっちゃんはプラモデル道具をね出しとんねんけどね、最近、まあ、で去年もやっててん、ミニやったりとかフェラーリやっとってんけど、フェラーリパーツね踏み潰して割ったんよで嫌なって、うん、まずこのとこね何かで作るか、プラバンとかで作ってもいいよ、なんとかリカバリできんことはないと思うねんけど、そこまで気力なくなっただから、うん、欠損したパーツをどうしようか迷ってんのよ、お部屋片付けだね、そういうことが起こんの、また見にやピンクの幕見ろよ、迷ってんのか、いいのあれ、
ミニめっちゃ多いな。今日前にもミニおるし、さっき3台ぐらいすれ違ってるし、ミニ売れてんね。いいな、こういうね、今までやっぱその外車っていうのを偏見ってかなり見られてたけど、意外とね壊れへんしね、そんなにパーツもね、消耗品もそんなに高くないのよ、維持費も高くないのよ。なっちゃんは外車が大好きです。別に日本車がダメっていうわけじゃないけどもね、やっぱりね、確かに日本車癖あるよ。でいいところ悪いところ上げていったら悪いところの方が多い。でもね、長いこと付き合う、車って長いこと付き合うやん。一回買うたら最低でもやっぱ5年とか、3年乗り換えしていてるけどね、やっぱ5年とか7年、10年、10万キロ乗るからね、やっぱりね、癖のある車の方がね、飽きひんのよ。 GPS を受信できません。癖のない車すぐ飽きちゃうの。まあそれはあっちゃうけどね。まあもうなこと言うたら大体もうコーナー付きそうやからね、まあ出ないけど、まあ値段分かかりましたか。ね、20分ぐらい、大体桜山20分ぐらいか。炭酸でお腹がパンパン、まあ、ご飯食べたばっかりやしね。今日はシエスタなしで出たから今2時です。あれもしてきたの、お皿とかもね、もうね、食べて昼ご飯食べた後、食器洗い機にぶち込んでたから洗られてるでしょう。はい、ということで、たーちゃん今日はね、ギリギリに帰っても大丈夫なんで、ね、まあ、そこまで遅ならないと思うけど、桜よろちょだけやから。あ、どうしようかな。あれ、こんなとこにリンクできてんのか。左方向すぐ先 N システムです。あ、こんなとこにあるんや。いいとこのね、あの美容室、あれが柏原の方店出すねって言ってて、でもう桜井しか本店しか行かへんからだけど、柏原の店出すねって言ってたから。もともと喫茶店やってね、一回行きたいな思っててね、この喫茶店ちょっとこじゃれた感じでね、気になっててんけど、部屋みたいに潰れちゃって。もう少し洗ってやったら行ったんで、でも夏くらいで十分やからね。はい、ということで、コーナーつきました。ちょっと時計さん見てきます。八角形のね、おしゃれな時計があったらいいなと思うんだよ。では行ってきます。